だが人生とは残酷だ。アリンさん、僕を信じてついてきてほしい。シャルマン様、私とフェアライズしましょう。私は歌います。皆さんを救うために。これが歌の力。ごめんなさい。アリンが俺の前から消えるってことか。悪鬼ファングメ、この僕が必ず殺してやる。絶叫ですわ。行くかい。手抜いたらんで。番やな。
様の番だ。始めますわ。ワイの番やな。全員よく見とけ。さよならだ。ファング、ファングさん。あらら、女神と邪神が争い始めちゃったか。また同じ道になっちゃうけど、まあいいか。面白くなれば許してくれるっしょ。ほんと、きっかけってなんだっていいよな。明日の天気でも味噌汁の具でも、波紋は石ころ一つあれば起きるんだし。ユーリーか。決めた。次はこれにしよう。破滅はあくまでさりげなく。さあ、誰も見たことのない混沌へ。どっかの誰かが退屈しない遊びを思いついてくれますように。もう食べられん。あ、夢か。あ、寝たな。え、あ、死ぬほど寝られた。というか、死んでたんじゃねってぐらい寝てたな。まるで10年ぶりくらいに目覚めた感じで、気分も最高だぜ。ここが牢屋じゃなけりゃもっと最高なんだけどな。なんで俺がこんなところにいるんだよ。出せ出せよ、こっち来た。さあ、やめたやめた、
余計な体力を使っても腹が減るだけだ。あ？なんか前にもこんなことあったな。そうだ、ハリンと最初に出会った頃も牢屋にいたんだよな。無銭飲食の疑いをかけられてゼルウィンズの牢屋に入れられてよ。あの時は妙に牢屋が居心地よくて3日くらい寝て過ごしてたらアリンが迎えに来てくれたんだってか。いや懐かしい。アリンっていうのは妖精で、簡単に言うと俺の相棒みたいなもんだ。ゼルウィンズにあった妖精武器フューリーを俺がその場の乗り感覚で抜いたことで、そこからは一心同体の関係っていうか。いや違うな、そんな真っ当な関係じゃねえ。俺様がアリンの主人で、あいつは従順なしもべ。まだから完全に主従関係ってやつだな。まとにかく俺はアリンと出会ったことでフューリーの使い手フェンサーになった。で今は女神を復活させるために世界中のフューリーを探し回ってるってわけだ。あ？なんでそんなことしてるかって？アリンそうしろってうるさいんだよ。アリンのやつは記憶を失ってるんだが、なぜか女神を復活させるっていう使命だけは覚えてるな。ま、正直フューリー探しは面倒だが、女神を復活させると何でも願いを叶えてくれるらしいんだな。そんなご褒美があるならってことで仲間と世界を回ってる最中だ。で世界を回ってるはずの俺がなぜこんな汚い牢屋にぶち込まれたのか、その理由が知りたいんだな。いいだろう。そもそも俺がこの町に来た理由は、とある金にがみつい情報屋からこの町にフューリーがあるって聞いたからだ。んでゼルウィンズからエンドはるばるここスウィルバーチまでやってきたはいいが、到着と同時に最大の不幸が俺を襲ったんだ。財布を落とした。思い出しただけでも腹が立つ。あんな腐れ財布。もちろん速攻の裏側からゴミ箱の中まで徹底的に探しまくったぜ。だが財布を見つけることはできなかった。俺は思ったんだ。ああやる気なくした。フューリーとかもうどうでもいい。俺の財布が行方不明の世界なんて滅びてしまえばいい。来た。闇の中にこそ光あり、絶望の淵にこそ希望あり。をなくし貧血で苦しみ、腹が減ってもう一歩も動けない、そんな絶体絶命の状況の時だった。俺の目に飛び込んできたんだよ、光り輝く黄金の上りがな。スウィルバーチ名物すり鉢ラーメン、超特盛を食べきれたらお代は無料。泣いたね。ああ俺はワンワン泣いたね。俺は一瞬も迷わずにラーメン屋に飛び込んだ。そして産声を上げるかのように力いっぱい叫んだ。すり鉢ラーメン超特盛り一丁。だが人生とは残酷だ。ラーメン屋に飛び込んだあの決断がまさかさらなる悲劇を生むことになるなんて。
続きが気になるか。だが残念ながら続きは次回だ。次回ファング懺悔。逃げろ、体力の続く限り地平線の彼方へ。ご期待ください。なにゴキブリ相手にもったいぶった言い方をしてるのよ。結局お腹いっぱいになっちゃって時間切れで食べきれずに終了。払うお金もないから牢屋へ一直線ってだけじゃない。はあ、もうあんたって人はいつまで経っても変わらないわね。もっとしっかりしなさいよ。はっ、待ちくたびれたぜアリン。ファング、助けに来たわよ。まったく、いつも面倒を起こしてくれちゃって。アリン、遅いんだよ。しもべなら主の危機にいち早く駆けつけろ。誰があんたのしもべよ。前にも言ったけど、フェンサーと妖精は対等なの。絶対に覚えておいて。でも確かに少し遅かったみたい。まさかゴキブリ相手に会話をしてるなんて。私がもう少し早く来られてたら手遅れの状態にはなってなかったかも。やめろやめろ、そう深刻になるな。あれはちょっとした気の迷いだ。暇すぎてふざけてただけなんだ。本当に、なんだか随分と楽しそうだった。忘れろ、今すぐ忘れろ、一生忘れろ。俺もそうする。完全に黒歴史だ。それならいいんだけど。とにかくここから出せ、一刻も早く抜け出すぞ。へえ。なんだ、何かおかしいこと言ったか。意外だなって。どうせファングのことだから。牢屋は三度の飯が出て快適だとか、好きなだけ寝られて最高とか言うと思ったのに。最初はな、最初は俺だってそう思ったさ。でもな、全然ちげえから。ここはそんな生優しいところじゃねえんだよ。強制労働とかいうふざけたもんをやらせやがるんだ。ああ、なるほどね。きつい肉体労働とか。違う、そんなまともなもんじゃねえ。ここの強制労働はな、天井から落ちる水滴を半日数えさせられたり、おにぎりを渡されて米粒が何個あるか調べさせられたり、砂場の砂粒を数えさせられたり、全く意味のない生産性ゼロのことを延々とやらせるんだよ。うわ、もう嫌だ。完全に嫌がらせに決まってる。だね、それはゴキブリとも話し出すわけだ。俺の苦労を分かってくれたか。ならほら、さっさとここから出してくれ。俺の心が完全に壊れちまう前に。なんだよ、急にうすら笑いして気味悪いな。
ならファン、私の言うこと何でも聞く感じだよね。こいつ、悪い顔をしていやがる。ふっふっふっ。ほらほら、冗談はそこまでにして早く鍵を開けろって。あれれ、そんな言い方で大丈夫なの？待て待て待て、お前 S キャラってわけでもないだろ。無理するのは良くないぞ。いつもの素直で優しいアリンでいい。ありのまま、ありのままが一番だな。開けろください、開けてください。いい機会だから約束もしてもらっちゃおうかな。これからは私のことをちゃんとパートナーって認めること。はい、復唱して。なんだそれ。私とファングの間には切っても切れない濃い絆があるんだから、それも認めて私をきちんと尊重すること。わかった？ああはいはい、わかったわかった、約束するよ。約束するじゃなくてちゃんと口に出して。一生ここで砂粒を数えてくる。アリンをパートナーと認め尊重します。ヘヘヘ、約束だからね。今度はそっちが約束を守る番だ。ほらさっさとここを開けろ。廊下のおさらばだぜ。じゃあな、同居人のゴキブリ君たちよ。できればもう会いたくはないが、これからも元気で過ごしてくれ。いやー、出れた出れた。ふふん、助けに来てあげた私に感謝してよね。ああ、そういえばそうだったな。いったー！なんで私の頭を叩いたの？生意気なしもべにお仕置きしただけだ。またしもべって言った！私を尊重するって約束したのに！何が約束だ？あんな不利な状況での交渉はただの脅迫だ。守る価値なんてない。それはそうかもしれないけどさ、私だって頑張ったんだよ。ファングが食い逃げしたラーメン屋さんにはお金を持って謝りに行ったしさ、ここに来るのだってたくさんの監視を魔法で眠らせたし、自分が捕まるかもしれないのにだよ。わかったわかった、とにかく助けに来てくれたことは感謝する。ありがとうな。なんか気持ちこもってないけど、話進まないし、いいことにしておくわ。んで、出口はどっちだ？もちろん、脱出ルートも確保済みなんだろ？へへへ。それがさ、余計なおしゃべりしてたから、眠らせる魔法は解けちゃったかも。
つまり監視はみんな元気いっぱいで、俺たちを見つけたら血眼で襲ってくると。てへ、なーにがてへじゃい。お前責任持ってもう一度監視たちを眠らせてこいよ。無理だよ、そこまでの元気残ってない。くそ、こうなったら仕方ねえ。邪魔する奴はぶちのめしてくか。